こんにちは、あやすんちのやすです。そしてこの子はふとあごひげとかげのきなこちゃんですね。今日はこの子と一緒にヘアンポをしていきたいなと思います。以前ね、アフリカ山根のヘアンポの動画投稿したと思うんですけれども、その時に使用しましたかやを今回も使用していきたいと思います。早速ね、これ広げていきたいと思います。はい、設置が完了しました。早速ね、ここにきなちゃんを入れていきたいなと思いますよ。はい、いらっしゃいませ。どん、どうですか、初めての蚊帳の中ですけど。好きに走り回っていいんですけど、 いかがですか。まあいきなりね、こんな知らないところ連れてこられたら固まりますよね。ヘアンポ終わった後ね、ご褒美に餌をあげようと思ってますので、しばらくねちょっと様子を見てみたいと思います。動きがないですね。しばらくね、カメラ固定して一緒に蚊帳の中に入って様子を見てみようかなと思います。その間ね、僕は読書なりゲームなりして時間を潰そうかなと思います。はい、しばらくね、ヘアンポのために蚊帳の中に放置してみたんですけど、動かないですね。まあいきなりケージの外に出されてもね、ここはどこだってなってね、警戒するだけっちゃだけかもしれないですね。うん、これからね、定期的にこうやってヘアンポをやっていければなと思っておりますけど、今回は固まってました。はい。まあね、付き合ってくれたんで、今日はご褒美に餌のコオロギをあげていこうかなと思います。はい、食べた。どうですか、おいしい？今ね、コオロギが逃げたんですけど、この蚊帳の中だったらめっちゃ安心ですね。餌やりに関してもいいですね。さっきみたいにきなこちゃんが餌を取り逃がしても安心してね、コオロギを捕らえることができました。蚊帳の中だったらコオロギはね、隅っちょに行くこともないので、めちゃめちゃいいですね。ほい、はい、これぐらいにしておきましょうかね。どうでしたか、欲しかったですか？はい、というわけで今回はふとあごひげとかげのきなこちゃんのヘアンポとご褒美のコオロギあげました。今後もね、このきなこちゃんの動画どんどん投稿していこうと思っておりますので、ぜひチャンネル登録して一緒に応援の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また次の動画であやすんちにお越しください。バイバイ。